続いでは岡崎さんの今週の注目ニュースお願いします。というわけで3つも持ってきました、はい、えなんかこうそんなにお腹いっぱいになっちゃうと思われるかもしれませんがこの3つは3つそれぞれ関連してリンクしていってるんですね。はい、1つ目これ時系列で出してるんですけども全部13日のニュースなんですけどもカナダパーセが1%利上げしましたと異常な経済状態にあるからというです、ね、緊急事態なんですね。えー その後 あのアメリカの CPI が発表になってここで9.1%全体像ですここで見たらそこまではないんですけども、うんはい、もはや全体像の方がね重要になってきたということでこちらが取り上げられていますでそれを受けて歴史的な100ベースポイント1%のアメリカの値上げかという話があ、まあまあ、あの飛び込んできましたで最後にこれとはいえですね一方アメリカ経済は需要に減速のこれ兆し兆しなんですがとにかく、えー、へこみ始めたぞという竹錬銀レポ です今度の7月の256かな FOMC はこのベージュブックをベースにですね議論されますからまあどんなふうになるのかなと、まあ、それを受けて利上げがどうこうで決まるのかという話なんですがとにもかくにも現実データをお見せしたいと思いますまず CPI からです。はい これが全体ととコアとあえて住居を持ってきました、まあ、住居というのがですね非常にしつこくてアメリカなんかでは欧米ではですねこう粘着性のあるスティッキーなプライスだと言われてるんですけどもこれが上がると抑えるのに。 非常にに厄介ななこととっていると全体で9%を超えてきたとでコアの方は少し起こってるんですけどもただやっぱり気になるのはこれウクライナ侵攻が2月で2月以降全体が上がっていて明らかにまあエネルギーが大きく引っ張り始めているとうこういう形なんでやっぱりこれ国民感情的には。 矢島さんこれもうもはや FRB の, FR のおーフォワードガイダンス話す相手はマーケットじゃなくてパブリック国民ですよねこうなってくると、うん、そうですね国民なのでこのそういうことですよね、うん、だから期待インフレ率も債券市場の期待インフレ率なんかに耳を傾けるんじゃなくてミシガンの実際に国民の皆さんにあなたどう思いますかというですね、はい、そういうサーベイの方が重要になってくるかなという絵がここからも分かると思います。でさらに これ,をこれは今あ季節調整をかけていない前年同月比で1年前と比べてるんですが足元のもっとクローズな資金距離でマーケットを見てみたい CPI を見てみたいんですけれども前月比です季節調整をかけたものです全体で見ると、えー、こちらは青のです、ね、5月そして6月とグイグイ1%以上の上昇になってますね<ー>でコアで見ると今度は4月からの上昇トレンドになっていると。 で困ったことに住居になるとですねこれは赤の2月からもうずっとこれぐらい0.5以上の水準が続いてますから。はい これを止めななななきゃ話ににらいいいととう形になってくると思いますさあそう,いうわけなそういう中で一足早く利上げを決めたカナダの話なんですがカナダっていうのはご存じのとおりアメリカと国境を接していてそれこそカナダの人がアメリカに買い物に行ったりアメリカの人がカナダに買い物に行ったりしていますからほぼほぼ物価水準は均等をならしていくことになるんですが。 えー、政策金利については25ベースぐらい大体カナダの方がです、ね、高い感じ、まあこれ為替の調整ですね為替コントロールするためにいつもいつも0.25で約束するわけじゃないんですけど大体連動してるとで今回カナダが1%上げたからアメリカも1%上げんじゃないかと。 という見方もあるんですがこれよく見るとですね6月の上昇カナダは0.5だったんですがアメリカが0.75を上げてますから<っ>そういう意味じゃあ今回アメリカが0.75にしといたらまた0.25の差になりますからね。 ただ、これではっきりしてるのは0.75か1%パーかとどっちかになってきたということだと思います0.5というのはもうありえないということだと思います。ういう状況の中でじゃあ先物市場はどんなふうに織り込んだのかというとここんな感じですこれは7月13日 CPI が発表になったその日の CME で取引されている FF レートの先物からですね計算しました先行きの FF レートの水準です。 プロットされているのは8月のところなんですが FOMC が7月の2526であることを考えるとここを見ればいいと思います次回は先ほど市場は1と考えているようですねさらにその先9月も0.75上げるということですから、まあ、この時点で3.25ぐらいまではもうあっという間にこのクオーター7区の間に上げてしまうとで年内のうちに3.75ぐらいまでいってそれがピークになるんじゃないのかと。 いうのが今の先物市場の見通しです。はい。ここでも矢島さんの意見を聞きましょうか。うん、まあこれも変わるでしょうねまだね。うんあの今回だからその CPI 出た一日であのこのイールドがガーっと変わったと思うんですけどおそらくその。 直近の FF レートトがどどうななるかもポイントなんですけど、うん、年末にかけて FF レートの,その、えー、と上昇幅がどれくらいに落ちていってうん、うん、それが市場のコンセンサスと CPI が発表されてもそれが変わらないっていうような状況にならない限りちょっと市場落ち着かないんだと思うんですよね、うん、あまりこの先物市場に、まあ、予測能力といいますかね折、まあ、り込む折り込むと我々はこの言葉をすぐ使うんですけども。 この先物市場もあるいは債券市場も織り込む力はもう限界まで達していると私は思います債券市場が限界まで織り込む力がもう無理なところまで来ている以上は株式市場もそんなに織り込めないですねだから金融政策のことはこれから毎回毎回 CPI のためにあるいは雇用統計のためにそして雇用無視のために変更していかざるを得ないとこういうまあ気長に付き合っていくしかないかなというふうに私は思いますまあ とりあえず日本はまだそこまで来てないのでね。えー、ここは日本株の話の方がしやすい局面に入ってきたと思います。まあそれにしても1%とかってちょっとびっくりしたんですけれども。その通りですね。でその1%について調べてきました。はい、こんな結果が出ました。この表を見てください。1%以上アメリカの金融政策引き上げられたことは過去にはあります。 はい、あるんですが、この七十八年から八十四年というですね、極端にアメリカが高インフレの時代に限られているということです。で、利上げ幅はあだいたい一パーセントが限界です。一パーセント以上のものは、エフフレートの一点一二五というのが、えー、一応ですね、データ上観察されたものが。 これが限界で、えっと、データとしてはこれ1930年以降のアメリカの皇帝前のデータなんで、はい、<laughs> 19世紀とか18世紀はねきっとあったかもしれませんけども現代社会においては1回の政策期限の変更はやっぱり1%が限界だと思います。 ただその中でですねあ,あそうそう政策金利昔は公定部合と言いましてこれはあの中央銀行から傘下の銀行への貸し出す時の金利ですで今の FF レートっていうのは銀行間で銀行同士でやりくりする時のレートで今の FF レート方式というのはえ正確には90年代になってから完全にこれが政策金利として認められたんですが、まあ、ターゲットというのは82年から始まっていてこの84年ぐらいになってくるともう公定部合よりもこちらが有効性をも、えー、持ってたということになりますね。 でちょっと見てもらいたいのが議長のところなんですよ。あ、ほとんどウォルカーさんがやってる。そうです。ポール・ウォルカーさんがもう一人でやったんですよ。ずっと延々とやり続けたんですね。<ー>で、その前はミラーさんという人が議長だったんですが、はい、1> 第1 11代 F.R.B 議長のウィリアム・ミラーさんなんですけども、この方実は1978年3月から79年8月までの1年5ヶ月しかこの議長の座にいないんですよ。うん、短いですね。 お辞めになられたんです、はあ、ちょっと無理ですってことで、まあ、要するにインフレがあまりにもひどくなってそれこそパブリックのまあ意見がどうしてくれるんだとまあ要するに莫大ななコストを払う時代にっっちゃったんですねで議会からも突き上げ国民からもえ悪く言われてでお辞めになってで顔にボルカーさんっていう巨人がですねもう本当に怖い怖い高八チの高が来てですね一気にもう首を絞めるようにして経済を失速させて。 で景,気をやっ景気も失速するんだけどインフレをやっつけるんですが、まあ、ボルカーさんはボルカーさんでですね議会とのまあやり,っやり、まあ、喧嘩喧嘩とがったけんかけんかといいますか議論もそうだしそれからえー トラクターがですね、FRB の本部に突っ込んだりとかね、えー、テロにあったりとかですね、えー、そういう事件もあったと、お<ー>、私は覚えてます。これは。<ー>さてどんなふうにですね、この1%の利上げが行われたかというのを次のグラフで見てもらいたいんですが、はい、えー、こんな感じです。これはインフレの数字です。青と赤ですね。青と赤、え、全体とコアですね。で、えー、っと、えー、っと、78年のところに最初の1%の利上げがあるんですが、この79年あたりのところを見てもらうと。 これあのコアはちょっとま鈍くなったんですよね。うん、鈍くなったで。でも全体がどんどん上がってるんです。これ矢島さんやっぱりこれコアだとか PC だとかいろんな手を使ってこうなんとかなだめすかそうとしてるんですけども全体がやっぱり10%とかまあ今回9%、ま、で来ましたけどもこうなっちゃうともう国民感情が黙ってないですよねこれ。そうですね。だから。 金融政策ってやっぱりそのコアの部分はコントロールできるみたいな議論はあると思うんですけど、うん、国民的には自分の買ってる値段がやっぱ問題になるので、うん、そこになった瞬間にもう金融政策ではどうにもできなくなるっていうのが多分過去のこの現状だったと思うんですよね。そうなんですね でこの縦に棒がシャドウが入っているところが1%の利上げ78年79年利上げその後また1%その後80年ぐらいのところでもう連続的に1倍1倍1倍ってやってまいよいよもうインフレがだんだん下がり始めたからもうえ組みネこされるようにですねもうどん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 ですね利上げをしまくったとで最後84年が先ほど言いました FF レートだけ動かして1.125をやってこれはもう一回インフレが吹き返りになったところ84年ですねあの3月だったかな それでまあ最後のとどめを刺したという,ようなんですねさていろいろと説明しましたけどもじゃあ株式市場はこの時代どう動いたのかというとこんなふうに動いていました意外としっかりしてるんですよそうですねただしやっぱ景気後退になるとダメですね、うん、景気後退になると例えば80年の17のところは120ドルまでいったものが100ドル割れですからやっぱり2割近くちょっと2割ぐらい落ちてますねでその後 81年からのところはその前の150ドルだったものが105ドルぐらいまで落ちてこれは35%ぐらい落ちてる感じですかねこういうような動き方ですやっぱり景気後退は経済成長の中での実質の経済成長がやはり企業業績に一番連動してますから実質の経済成長がマイナスになってしまうとさすがに。 インフレの時には株がいいんだなんていうですねそういうまあジンクスみたいなものもありますけどもそのセオリーも聞かなくなってくるわけです。さらにもう一個言うとこれはインフレに対決した時の時代が78年以降なんですがその対決する姿勢の前インフレが放置された時代から見ると繰り返しますが78年からは1%以上の利上げを断行してインフレと断固とした戦いをポール・ボルカーが繰り返したんですがその前の時代は 実はちょっっと手に抜かったっていうのがあるんですね、うん、でこのグラフは引け値ベースで SP500 をずっと70年代から71年から84年まで取ってるんですけども73年の1月に引け値ベースで120ポイントをつけた後アメリカの株式市場は7年6か月の間この高値更新に時間がかかります上がらなかったんですこういうこと出やがったんですよ。 まあそんなこと言うと日本なんかもっとひどいぞというふうに言われる人もいますけどもこれアメリカの長い長い株式市場の中で鈴木さんこれ最長記録ですよね高値更新に7年6か月もったこれがそうですねいわゆるアメリカの株式市場の死と言われた一番厳しいニューヨークダウというと500ドルと1000ドルの間のボックスで動いた時ですよね。うんえー、繰り返しますがこの73年からずっと来てますけども金利を本当に上げ出したのは78年ぐらいからですかね、うん。 それまでの五年ぐらいはある意味インフレがあれよあれよと分かんのを放置してしまった時間があるんですよで、インフレを放置してしまうとこのように七年六ヶ月という莫大なコストがかかると、うん、これが一つ学んだことの一つですで、その後、えー、ポール・ボルカーが出てきてインフレを対立するんですが確かにこの時、えー、極端なマネーサプライ管理も含めて極端な利上げを行って株価は景気後退とともに落ちるんですがその後の 半島局面は高値年だかで、この7年6か月かかったというのと2年1か月の差っていうのはこれコストが2年1か月の方が絶対的に少なかったっていうことになりますから、うん、そういう意味では今1%の利上げということでみんなもうえ戦慄が走るみたいな感じなんですけどもここでやっつけておかないと5年か6年か7年か分からないけどもっとコストがかかると。うん、これやっぱり今マーケットは だんだん分かってきたんじゃないかと思うんです。その証拠に、あの政策金利1%上がるかもしれないということを、あまあこれブルンバーグというですね情報ベンダーが報道したんですけども、同時にアトランタ連銀の総裁もそういうコメントをしたんですが、株価は下がらなかったんですよ対して。まあ若干下がりましたけどね。まああの機能不全に陥っているといえばそれまでかもしれませんけども、今までの株式市場だったら0.25利上げするだけでドカーンとうしてたでしょ。0.5でも落ちて1%上がるかもしれないって言ってももう 呆然と見てるわけですこの呆然と見てるっていうことはどっちのコストが大きいんだと、うん、ほったらかしにしといていつまでも利上げいつまでも、うん、あのインフレが上がっていくるのをほっとくと何年かかるか分かんないぞとでも今やっとけば2年ぐらいで高値更新できるかもしれないとというふうに多分判断してるんだと思うんです。たただしここれ最後の選びになりますけども困ったことに えー、GDP はですね46マイナスになりそうな気配なんですよマイナス1.24っていうのはこれこれも最後やっぱり矢島さんに締めてもらいましょうかでもこれ単純に二四半期 GDP がマイナスだから経済成長が景気後退だと判断するのも早計だし、うん、でだから FRB が利上げをやめるんだっていうのはもっと早計だし、うん、やっぱり見てるものがっていうか確信をつけば ここではなくなってきたポイントはこの GDP ではなくなってきたっていうそういう理解でいいんですよね。あのこれ今エコノミストにはテクニカルな景気交代だと言っても多分。 なるって言ってるんですけど、うん、なるという方が多いんですけど私はこのやっぱ一番今の問題で、えっと、FRB がはっきりしてることはインフレと経済だったらあの岡崎さんのような解説にインフレをもうなんとか止めるっていうことはもうはっきりしてます、うん、最初に優先するって。うん、で、えっと、金利を引き上げると1%は結構大きいので今度はおそらく量のコントロールも含めて総動員で止めてくるっていうのを多分やるんだと思うんですけど問題は、うん、Cpi のとか物価の 目標をどこに持っていくか。なん今二パーですよね。だからそこまで持っていくとすると、うん、この西半球の gdp のマイナスどこじゃなくて。うん、今もともとが8%パーですから。うん、もの、九パーか、もっと下げなきゃいないです。<laughs> <で>す <laughs> だからそこのコンセンサスができないと、うん、ちょっと市場としても。うん あのこの先のパスたぶ読めないんだと思うんですよね。そこの問題ねこれからなってくると思うんです、ね。なるほど。長期的な目標を2%と置いてこれは変えなくてもいいかもしれないけれども中期目標というのがいつまでにいつまでにまあとりあえず来年は3%目標にしようとか、はい、こういう形なんでしょうね。<laughs> うん、まあそうでないとマネーサプライをマイナスにするとかねとんでもなくなっちゃいますもんねこれで、ね。 ちょっと専門用語が今多すぎてあのテレビ見てくださってる方もこの方があったかもしれませんけれどもとりあえずは株式市場はどっちの方がコストが高いのか今やってもらった方がそれこそ痛い注射かもしれないけども痛い手術かもしれないけども今直した方がいいだろうと少しずつ考えがそっちに変わりつつあるかなというところだと思います。